作り手と見る人が触れ合いました。鹿児島市で県内で活動するデザイナーらの作品が集まったデザイン博覧会が今日から始まっています。うちのものは基本手作りの一点物が多いです。すごいいいよねこれ。素敵だね。作品を通して話が弾む会場、今日から鹿児島市の鹿児島県民交流センターで始まったデザイン博覧会です。鹿児島で活動するデザイナーやクリエイター、企業など51団体がこれまでの仕事や作品などを展示しています。コロナ禍で開催を見送っていましたが、今年は3年ぶり30回目の開催となりました。こちらはモダンな空間ですね。こんにちは。暖かいキャンドルみたいな光ですね。ありがとうございます。こちらはどのような作品なんですか？私たち普段大漁旗などを染めておりまして、その技法を使ってですね、今回間接照明を作っております。一菊式の市で明治2年から続く亀崎線香。普段は大漁旗などを製作していますが、職人の手染め技術を生かして照明を生み出しました。会場には個性あふれるブースがずらりと並んでいます。そしてこのゾーンには家具があるんですけれども、実はこの椅子ドラム缶でできているんです。ドラム缶に色を重ねて、まるで布のような質感が表現されています。制作したのはドラム缶アーティスト福石信之さん。自動車の板金塗装会社を営む傍ら、15年前から作品を作り始めました。今回初めての出展です。自分が作った作品を皆さんに見ていただいて、あ、綺麗だねとかかっこいいねとか言っていただくと、かねて一人で黙々と作っているので、なかなかそういう機会がなかったので、今日は楽しみにしてきました。コロナ禍でも手を止めず制作活動を続けてきた鹿児島の作り手たち。作る人と見る人がつながる機会が再び生まれています。もう本当にやりたくって、もう2回も中止にしていたので、もう心待ちに、出展者の方もそうですし、もう私たち主催者もそうなんですけれども、もう本当に楽しみにしてました。ぜひですね、この会場に来ていただいて、ネットではなく、手に触れて見て感じて、で出展者の方とお話をして、その作品のこう物語を知って、自分のものにしていただけたらなというふうに思います。デザイン博覧会はあさってまで鹿児島市の鹿児島県民交流センターで開かれています。会場にはですね、はい、実際に触れることができる展示もたくさんありまして、例えばこちらです、はい、展示取材中に出展者の方から声をかけてもらったんですけれども、思いがけずこのような姿に私になってしまいました。目玉の親父ならぬ目玉のミカンになってしまったと、これもかぶれる作品だということです。遊び心あふれる会場でした、はい。